今日はカディさんの事務所に秘密基地に遊びに行きました。イエーイ、イエーイ。そんなカディの2人を紹介しましょう。こんな2人です。はい、こんにちは。こんにちは。はい、おしまいです。嘘です。こんな2人です。とても素敵なお2人です。ソウさんとクマーマさんの2人です。お二人はとてもユニークな楽器を自分たちでも作っていて、とても素敵な楽器があります、はい、今日は手回しオルガンと、そんな家事の2人の作られたオリジナルの楽器と共にコラボレーションでお届けしたいと思います。あー、すごいノリだではではでは、はい、この事務所にはものすごい秘密道具がいっぱいあるんですが、あんま見せれないものもあるかもしれませんが、汚いですね。ゴミだよ。ゴミ、そんなことないですよ。紙一重。あっちの部屋にもすごいたくさんいろんな楽器とか撮影セットとかいろいろ気になるものもいっぱいあるんですけども、まあそれはあの概要欄にカジーさんの YouTube のチャンネルも紹介します。そちらの方でそれぞれの楽器の演奏動画とかもありますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ今回のコラボレーションで使った楽器を紹介します。じゃあどちらからいきましょうか。じゃあまずはこちら。じゃん、見えますか、こんな楽器。ちょっと今 GoPro のモニターが消えたけど、多分入ってるでしょうこれ全部食器でできてる楽器なんですね。 その名も食器だそうですこれすごいいい音がするんですよ。こんな音がしますよ。オッケーですか。まあちょっと首のそらしの確かに、まあ、本番これから演奏するから、そこを見てもらえればね。そうですね、音楽的なことは分かるので。今GoPro のマイクで撮ってるんですけど、本番はこのくまーまさんがすごく音のスペシャリストということで、はい、ただの趣味です。マイクにもすごいこだわりがあって、すごくいい音で動画を撮っているので、撮れてるはずぜひそちらもね、コラボ動画の時に音を聞いていただけたらなと思います。くまーまさんの演奏する食器です。そして次に登場するのが、ソウさんの演奏するこの楽器。もう気になるパーツがいっぱいありますね。はい、じゃん。これはキッチン用品。キッチン用品、パーカッションセットなんですけど、中に入って演奏するんですけど、ほうほう、まるで秘密基地の中にいるようなワクワクした。確かに秘密基地みたいですね。だから名前がね、秘密キッチンっていう素晴らしい名前がついてる。何ていう名前ですか。じゃあもう一回聞いてみます秘密キッチン。秘密基地。秘密基地とキッチン。いや、説明しなくてもいいよ、そんな。分かるだろ。いや、こいつは分かんないから。そんな素敵な名前のね、楽器なんです、はい。はい。もうこれ皆さんね、多分馴染みのあるものがいっぱい。カンカンですよね。コーンとかのね。あ、コーン。これまな板ですか、ね、そうです、これも。ちょっと音が違うんですよね。叩いてるのは何ですか。これはね、ゴムベラ、スパチュラ。スパチュラ。おー。縦にしてます。だいぶ削れてるから。本当だ、ね、まあ、いっぱい使ってるですね他にはフライパンとか、ね、しゃもじとか。しゃもじもね、議論になるんですよね。おー、そう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 、すごい。こっちの方は、こっちの方はまあボールとか。おー、いい音しますね。タッパー。あー、いいですね、はいはい、もうお家でやりたいですね。そうそう、あと個人的にね、すごい気に入ってるのがこれ分かりますかね。あ、これ見たことありますよ。水差しって言うんですけど。ほう、正式名称。そう、あのジャムブラそうそう、結構ね、使いやすいんですよ。いい音しますね。そう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 、まあ、こんな感じのいろんなキッチン用品が組み合わさったパーカッションセットですね、うん、あの僕もあのドラマーだったんですけど、はいはい、昨日もあの打ち合わせした時にちょっと個人的にお気になるのはこれですね、うんうん、ここにあるのはですね、これあのトレー、あのロボンですよねロボンに、うん、これね、ちょっと専門用語でシズルっていうんですけど、ちょっとジューっていう音がするものがついてて、ちょっとシンバル的になっているという感じですね、うん、もうこの縦にしているシンバルがね、こうチャイナシンバル的なかっこよさがありますよね。もう見た目が大事。いや、とてもいいと思います。吉川さんがこう蹴り上げるじゃあ高さをそうそうそう、高さを稼ぐこれはコラボ動画の中で登場するのかな。かもしれないあー、どうかな、それはちょっと動画見てもらって ね, ってね、はい、こんな感じです。こんな楽器たちと、はい、あの僕の演奏する手回しオルガンで、はい、今回アンダーザシーという曲をね、はい、コラボレーションさせていただきました、はい、きっと世界に1回1つだけの演奏動画だと思いますので、はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います、はい、ではコラボレーション動画お楽しみください、どうぞ。今回のコラボレーション動画は2つのカメラを使いました。まず最初に
この GoPro Max という360度カメラを使って撮影した映像をご覧ください。そして後半に、こちらの GoPro 7ですね、こちらをマルチカメラとしていろんなアングルで撮りました。こちらの映像もありますので、続けてぜひご覧ください。ではどうぞ。ありがとうございます。今回こういったコラボレーション動画初めてやってみたんですけども、いかがでしたでしょうか。なかなか手回しオルガンという楽器自体珍しいので、他の楽器とのアンサンブルしてる映像って多分なかなか見たことないと思いますが、とても面白いなと思いました。これからもまたいろんなコラボレーション動画やいろんな映像動画作っていきたいと思いますので、これからもぜひご視聴ください。そして今日一緒にコラボレーションしてくださいましたカジーの方々も YouTube にチャンネルがあります。そちらの方では今日演奏した食金や秘密キッチン以外にもたくさんの面白い楽器が紹介しています。概要欄そして最後に動画も貼ってありますので、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。そして面白かったよと思っていただけたら、チャンネル登録も、カジーさんのチャンネルも僕のチャンネルもまだ登録してない方いたら、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。